時刻は正午になりました。皆さん、こんにちは。昼ラジ、木曜日、ミスーのチェラトークパーソナリティの中地美鈴です。どうぞ、ランチのひととき、お付き合いください。さて、沖縄地方ね、あいにくのお天気が続いておりまして、今、昇降状態と言いましょうか。あの前線がね、やっと遠のいたので、激しい雨降り続けたんですが、ようやく。ええー、と、今日は落ち着いている状況ですね。もうね。 月、火、水とすすごかったんですよ。週末まではねどうにかいいお天気とかだったりしたんですけどもうねすんごい雨もういつでも本当に昼間だろうが朝だろうが夜中だろうが稲光雷とか 激しい、もう台風じゃないのっていう横殴りの雨とかね、特に昨日もまたすごかったので、もう本当にね、あのー、激しい雨、降り続けたので、あちらこちら、ちょっとね、土砂災害に注意が必要だという状況が沖縄本島、あちらこちら、ちょっと出ているのでね、まあ、今週いっぱい、雨の予報が出ているのでね、あの皆さん、あのちょっと気をつけていただきたいなと思うんですけれども、ただね、今週末、 沖縄本島南部にあります豊見城市で AKB48 の, AK の総選挙しかもなんか生中継なんですよね,あれね全国ネットですごいね行われるんですけど、まあ、着々と会場整備の方は進んでいてすんごい大掛かりなステージとかなんか作ってるっていういろいろと SNS でガンガン上がってきてるのを見てあーなんかすごい盛り上がってるなと。 でチケットもねまだまだ発売中のようなんですけれども沖縄ファミリーマートさんの方で発売しているようなんですけれどもすごいことになっているみたいですなのでね、まあ、今週末は晴れてくれないと困るっていう方々が本当に多いと思います。まあねあの沖縄地方はだいいた ののの頃とと言言いいまますか、日沖縄本島,あ沖,縄本島じゃ沖縄地方は6月23日慰霊の日いわゆる、えーうんまあ、終戦記念日本土でいう終戦記念日にあたるのが沖縄では6月23日慰霊の日という日があるんですけれども大体その日を境にね梅雨明け宣言が必ずあるんですよ。 なので来週には、ね、あの確実に梅雨は明けると思うんですが、まあ、関東地方まで、ね、もう梅雨入りしているので晴れると思うんですけれどもねただ、今週末ですからね AKB48 総選挙どうなることやら。まあ せっかくね、全国各地からいらっしゃると思うのでね、青い空、青い海、白い砂浜を、えー、見ていただけると、そしてね、そういうお天気なんだよっていうことを全国ネットで放送していただけたらななんて思ってるんですけれどもね、まあ、週末、晴れることを皆さん、祈りましょう。さあ、皆さん、お住まいのところのお天気などはいかがでしょうか。そしてね皆さんが お住まいの地域の週末イベント情報なんかもぜひ教えていただけれいただけたらなと思います。で、えー、番組ではメッセージテーマ、今月のメッセージテーマを設けております。6月はジューンブライドと言われておりますのでね、そのジューンブライドにちなんで、今月は幸せなことについて皆さんからのメッセージお待ちしております。ビシバシお送りください。メールアドレスです。 hiru raji 12.gmail.com fmguinoan からお聞きの方は797 fmguinoan.com 797 fmguinoan.com fm 那覇からお聞きの方は hiru raji 12.gmail.com ままでお送りいいいたただきたいと思いますでこの時間帯なんですけれども、えっと、FM コザから発信しているんですが FM ギノワン、FM 那覇との、えー、3局でのサイマル放送となっておりますのでねあの FM コザからの番組を皆様の頃にお届けしているという状況でございますのでねぜひご参加いただきたいと思います。 またね、あの、FM ギノワンさんの方では、リッスンラジオというアプリから、全国からあ、その番組が聞けるようになっておりますのでね、ぜひ、そのリッスンラジオからもチェックしていただきたいと思います。 それ以外にも、えー、ツイキャス、ユーストからも生放送でお届けしておりますのでそちらから見たり聞いたりすることもできますツイキャスではねメッセージも送れますのでぜひ送っていただきたいと思います早速届いておりますので、ねえー、かっちゃんさんや AKB ファンさんからも <laughs> 届いておりますね。はいあその話題ね AKB ファンさんオッケーオッケーえーと この後紹介するね。皆さんから頂い,いているメッセージで続々と届いておりますが後ほど紹介するね待ってて <laughs> 待っててさす、は、が、い、AKB ファンさんね <laughs> そそうだよ、ね、そうだだよよねねねで紹介する、ね、待っててはい <laughs> さあ今日のメニューをご紹介してまいりましょうユンタクタイムやリスナープレゼントを紹介した後は県内2社のえ新聞から市町村面そして地域面ご紹介していきます週末イベント情報週末何するどこ行く今日はですね今週の土曜日に開催されます沖縄こどもの国で開催されます世界キリンの日。 ビールののキキリリンンじゃないよ動物のキリンね <laughs> 世界キリンの日についてご紹介したいと思いますそして人生に少しのスパイスをのコーナーハピネス探し1週間に1つずつ毎日の暮らしが輝く52の習慣という本をご紹介してまいりますお <laughs> びっくりしたんでもないよんでもないよはい今一瞬ああれ私曲 オープニングで書ける曲準備してないと思ったんですけど、準備してる準備してる。てる <laughs> びっくりした。はい。<laughs> さあ、ミスのちらトーク。<laughs> この後、12時56分までお付き合いください。この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りします。 ラジオネーム AKB ファンさんから、指原里の電波取ってもらわな <laughs> なので、今日のオープニングナンバーはこの曲、セレクトしました。AKB48、恋するフォーチュンクッキー。 昼ラジオ木曜日ミスー,ーのチュラトークをお届けしておりますすいませんマイクの移動させたらギーギーギーギになってますね失礼いたしましたさあ昼ラジオをお聞きのリスナーの皆様にプレゼントご用意しておりますよさあ今週のリスナープレゼントは沖縄マリオットリゾートスパで開催中のランチプールビーチが利用できるトリプルプランのペアチケットのプレゼントとなっております 沖縄マリオットリゾートスパで開催中のランチ、プール、ビーチが利用できるトリプルプランのペアチケットになっておりますよ。えー、ビュッフェレストランオールスタービュッフェの、あ、い,いビュッフェレストランオールスタービュッフェでのランチの前後に え、かりシしビーチのご利用と、ウォータースライダーを完備する県内最大級のガーデンプールも楽しめるチケットになっているということです。このビュッフェレストラン、オールスタービュッフェでのランチの前後に、えー、かりシしビーチの利用と、それからウォータースライダーを完備する県内最大級のガーデンプールも楽しめるチケットになっているということです。まあ通常はペアランチ券のプレゼントのところなんですが、今回、 特別にトリプルプランのチケットをご用意いただいたということでございます。沖縄マリオットリゾートスパ。ありがとうございます。さすがだね。はい。ぜひこの機会に皆さんご応募ください。応募はメールでお願いいたします。懸命に昼ラジリスナープレゼントと書いていただいて、本文にはあなたの本名 あなたのお名前ですねそしてご連絡先を必ず明記してくださいまた番組に対してのご意見ご感想もぜひ添えていただけるとありがたいですはい応募アドレスですひるらじ12 at mark gmail.com ひるらじ12 at mark gmail.com hi r u r a j i 12 at m a gmail.com までご応募ください。今週のリスナープレゼントは沖縄マリオットリゾートスパで開催中のランチ、プール、ビーチが利用できるトリプルプランのペアチケットとなっております。レストランでね、美味しい食事の前か後に。 カリウビーチのご利用またはウォータースライダーを完備する最大級のガーデンプールも楽しめるチケットとなっております。このトリプルプランチケットのプレゼントとなっております。こちらの応募なんですが締め切りは今週いっぱいとなっております。たくさんの皆様からのご応募お待ちしております。 なお、当選者の発表なんですが、来週のこの時間、昼ラジ内で発表いたしますのでね、どしどしご応募ください。ただし、当選された方は、FM 小座のスタジオに取りに来ていただくか、着払い郵送可能な方とさせていただきます。ご了承ください。さあ、そして先週のリスナープレゼントですけれども、先週は、カフーリゾート付着コンドホテルのペアランチ券でございました。 当選者発表いたします。まず、お一人目、ワインダイニングザ・オレンジに当選された方は、めぐみさんです。おめでとうございます。そして、琉球バーベキュー。こちら、当選された方は、中上さん、おめでとうございます。当選しましたよ。美味しいバーベキュー食べに行ってね。あのね、あの、先週の金曜日そう、先週の金曜日に、 えとこちらのねレストランどちらのレストランっていうのは言えないんですけどそのレストランでお勤めされているスタッフさんとお会いすることがあっていろんなお話を聞いてたんですけど「バーベキューめっちゃ美味しいらしいですよ行きたいっ」って言ってたスタッフが行きたいって言うんだから美味しいんでしょうねああ中上さん楽しんできてくださいねうんおめでとうございます さあ今週のリスナープレゼントは沖縄マリオットリゾートスパで開催中のランチ、プール、ビーチが利用できるトリプルプランのペアチケットとなっております。どうしてどし皆様からのご応募お待ちしております。 さあ最初のコーナーは沖縄県内の新聞琉球新報沖縄タイムズの2紙からお届けする新聞ネタ、えー、市町村面地域面から話題をご紹介するコーナーなんですけれどもまずは沖縄タイムズの地域面からご紹介してまいりましょうすごいですね <laughs> 地域面にも載っておりますよ AKB ダンスでお迎え総選挙17日富城区で注目高まるという見出しからご紹介したいと思います 人気アイドルグループ AKB48 のシングル選抜総選挙で会場の、えー、豊崎・チュラサンビーチを訪れるファンに富城,あえ富,城富,城富城高校、あ富城中学校だね,はこれね同,同じ富城でも小学校は富城小学校高校は富城高校だけど中学校は、ね、富城中学校っていうんですよ。うん <laughs> えー、トミグスク中学校の生徒が歓迎のダンスを披露するんだそうですすごい会場の豊崎にありますチラサンビーチに訪れるファンに対してトミグスク中学校の生徒が歓迎のダンスを披露するんだそうですよヒット曲「フライングゲット」「エブリデイカチューシャ」など4曲で、えー、17日の本番へ 息の合った振り付けを見せたいと意気込んでいるということだそうです。中学生一生懸命頑張ってますよ。この AKB48 の第9回シングル選抜総選挙は今年8月発売の, 49, 回目のあ49枚目のシングルに参加できるメンバー80人を投票で決める催し物ですね。今年は市内の豊崎海浜公園つらさんビーチで県内初開催となります。 トミグスク中学校は午前0時半スタートのコンサート総選挙の前に踊りを披露するということなんですね。で、この会場で特別番組を企画する、あ FM 豊見さんが5月末に、えー、このトミグスク中学校ダンス部に出演を依頼したということなんですね。FM 豊見さんもいろいろ企画仕掛けますね。はいでえー、キャプテンの荒垣さんは 全国的ななイベントに協力できるまたとない機会ファンが盛り上がってくれるか不安だけど楽しみたいとファンの皆さん盛り上げていただきたい <laughs> キャプテンが不安がってるぜひあのもしかしたらほらダンス部だから将来アイドルになるかもしれないしダンサーさんになるかもしれないしなのでねあの未来の卵をぜひ応援していただきたいね見栄えよく体を大きく使って踊る普段のヒップホップではなく 腕を内側に曲げ,曲げて可愛らしく表現する仕草さ歌詞に合わせてカチューシャを外すといった動きに違いも感じつつ、えー、練習に汗を流しているということなんだそうです。ぜひ皆さん富見城中学校ダンス部の皆さんがねその、えー、スタートを前に会場でね踊りを披露するということで、まあ、本物を見る前に卵たち をぜひ応援してね盛り上がっていただけたらなと思います。すごいねあもうキャプテン頑張ってなんかこういう風にさ子供たちが頑張ってるっていうのを,を見たり聞いたりとかするとうるうるするねあもうぜひ頑張ってほしい。あもう本人たちにとってもねもうもう本当にまたとない機会というかすごいいい経験になると思うんですよ。そこからねこういう刺激によってね自分たち が将来どううししたたいいいののかか何をしたいのかっていうねまた夢のセレクトにもつながっていくのでねそして AKB ファンを目的にいらっしゃってるファンを目の前にして踊るのは不安だけれどもまたそういう応援によってねその皆さんの応援を刺激に受けてこうまた自分をなんかこう開花させるっていうお手伝いにもねファンの皆さんなると思うのでぜひ応援していただきたいなと思います。 さあそれからですねこちらの話題です琉球新報市町村面えー、っとねこちらから行こうかなえー、っとねこちら琉球新報の市町村面ちょっとね2つの話題をご紹介したいと思うんですけどまずはこちらからご紹介しましょうか、えー、沖縄市のお隣うるま市からの話題なんですけれども地域の子どもらも育む放課後教室という見出しからご紹介します 地域の中学生の学習支援や居場所作りを図ろうとうるま市の石川前原区自治会が毎週月曜午後3時半から5時半まで放課後子ども教室を公民館で開いているということです。 子どもたちが来やすい環境をと地域住民ともに模索しながら活動を始めて3年目ということなんですね。今では子どもたち自ら勉強したいと教材を持ち寄り公民館に集まってくるんだそうです、えー、豊浜自治会長は地域、学校、家庭が連携し合いながら共に育、えー、子育てに取り組みたいと話しているということです。 このきっかけは伊波中学校の保護者から公民館を子どもの居場所として開放できないかと声が上がったことだったそうですこの豊浜自治会長は学校が嫌いで行きづらいといった子どもたちが気軽に足を運べる居場所を作ろうと思ったと説明しているそうです活動を続けるうちち子どもたちから 受験勉強がしたいと要望を受け退職した教員たちに指導を依頼し気軽に学習できる環境を作ったんだそうです豊浜自治会長は金銭的理由などから塾に通えない子もいたが この教室に通っていた生徒たちは頑張って志望校に合格することができたと誇らしげだということだそうです自治会の子どもだけでなく伊賀中学校生徒が通いやすいようにと中学校区の子どもたち全員を対象にしたということなんですね。 運営費を自治会や寄付で賄い夏休みには地域の民生委員らも協力も得てカレーパーティーや味噌作り体験などのイベントも実施地域交流を大切にしてきたということなんですね去年から教室に通う世良垣さんは世良垣イアンさん14歳の女の子ですね学校で理解できず聞けなかった部分を聞けると受験勉強に励んでいるんだそうです えー、高校では、復職関係の学部に行きたいと夢を描いているんだそうですよ。えー、友達とのびのび勉強ができるから楽しいと用意した教材,に教材を手に笑顔を見せているということなんだそうです。ね、こういういうに、ね、地域でで、まあ、みんなで、ね、協力しし合ってて公民館を開放して 勉強したり遊んだりコミュニティをね作れるっていうのはすごく素敵ですよね。ぜひねこの活動あちらこちらでねまた広がっていくといいなと思います。そうやってねコミュニティをコミュニティをしっかり作るとね「あ何々ちゃん何々くん」とかあのいろいろとねあの大人の人があの声をかけやすい。 ね、顔見知りとかあ、勉強教えてくれる人とか、ああの地域の人とかってわかるのでねあの。防犯にもつながるし、健全育成にもつながるのでね。すごくいいなと思います。各いろんなね、公民館にこれが波及するといいな、なんて思いますね。それから、こちら、海鮮パレード三千人という最後のね話題、ご紹介しましょう。宮古島で行われました。 えと世界ボクシング評議会フライ級王者の比嘉大悟選手が11日、12日の両日ボクサー人生の原点宮古島市に凱旋したということですでね、3000人が集まったパレードが行われたほか比嘉選手の母校宮古工業高校でも熱烈な歓迎があったということでね、えー、大吾フィーバーに包まれた宮古島の2日間を写真でね、紹介しているんですよ。うん これね、ああ、ね、ちゃんとね、会長の具志堅陽子さんも一緒になって、パレードしてますねは、もうね、いいね、頑張ってますね、沖縄、あ宮古島守くんが2人いる、3人いる、いや、4人いる、<laughs> 宮古島守くんっていうね、えー、キャラクターがいるんですけど、4人いる、4人もいる、<laughs> すげえ<ー>、<laughs> ああ、鼻水が出てきた、すごいな。 ね、あの恩師の方と抱き合ったりとかしているあのパレードのね様子が書かれているということでね大悟選手もぜひねまた頑張ってほしいなと思います沖縄の星ですね。はい、ということで琉球新報沖縄タイムズの「地域面市町村面」から話題をご紹介しましたさあそれではここで1曲お届けいたしましょう EXILE です。 Rising Sun. 昼ラジ、木曜日、ミスのチュラトーク、お届けしております。早速、メッセージご紹介してまいりましょう。えっ、ー、と、こちらはラジオネーム、チャライカちゃんさん、ありがとうございます。ミスコンチッス、元気やったーと。はい。どうにか元気でやっております。ありがとうございます。カ <laughs> ちゃんさん、元気ですかはい。えー、こちらラジオネーム、AKB ファンさん、ミスコンチッス、土曜日、晴れてく,らくれなあかんわ。と。ねえ、本当だよね。 えそれから、えー、こっちも買っちゃうかなと何あラジオネームシーサーさん、えー、と篠原梨央のセ「リノ」のセンター局やなとはいで乃木坂も参戦してくれるかなとどうでしょうねあれってあれでしょえっ、ー、と全部あの地域の 頭文字っていうの？何ていうの？akb だから秋葉でしょ。秋葉原のこの頭文字でしょとか。博多とかえっ、ー、とその辺でのあのアルファベットのチームだけじゃないの？乃木坂も出るのいや違うと思うよ。なんか今日見たけど、そこはなかった気がするよ。乃木坂もあるのかな。わかんないね。わかんない。ごめんなさい。 <laughs> AKB ファンさんから、えー、と指原莉乃と真悠悠今年最後の立候補らしいからどちら,があ1位になどちらか1位になってほしいと今年は大波乱かもということでそしてシーサーさんは乃木坂の誰かがセンターを奪うのかなと。 あどうでしょうね。で何マユ弥は「アイドル引退して女優でもやった方がいいね」主演ドラマ少し見たけど顔が変わっていたような。へえ。で何スク氏が招待したんじゃないの。うん。あのー、トミグスク中学校ダンス部の皆さんがえっ、ー、とまあいわゆる前座みたいなことですよ。ね。 前、あ、この本人たちが出てくる前に、前座として、ええー、この豊見城市、え、豊見城中学校ダンス部の子たちが四曲ダンスパフォーマンスをしてくれるということなんですよ。ぜひね、ちょっとあの、応援していただきたいなと思います。参戦される方はぜひね、応援していただきたいなと思います。そして、ラジオネーム太郎助さんからミスこんにちはといただきました。太郎助さん、こんにちは。はい。 AKB ファンさんマユユさん顔変わった本当なんかでもこの間なんかで見た時そんな感じなかった気もするけど本当別人に見えるんだシーサーさんえあのドラマとかだったりするとあれじゃないやっぱりその役になってるから顔つきとかやっぱり変わるじゃないねもういろんなさい今年のねこの4月6月期のドラマとかって 中にはドロドロロなものももあるじゃないもう見てるとわあ、<laughs> すげえなと思いながら見てますけどね、うん、だからそういうあの役になりきるとやっぱり表情とかも変わってくるのでその違いじゃないですかねえうん面白いね。忠相さん残念ミークーじゃなくてメイクーでした。<laughs> さあ、まだまだ皆さんからのね、えー、メッセージお待ちしております。ヒルラジ十二アットマークジーメールドットコム。ヒルラジ十二アットマークジーメールドットコム。また、ツイキャスの方からもメッセージ、ビシバシお寄せください。お待ちしております。さあ、続いてはこちらのコーナーです。 週末イベント情報、週末何する、どこ行くのお時間でございます。さあ、ぜひね、皆さんも週末、えー、何するのか、どこに行くのか、ぜひ教えていただきたいと思います。皆さんがお住まいの地域では、週末どんなイベントもあるのか、ぜひ教えていただきたいと思いますが、えー、私から紹介するのは、えー、沖縄市ですのでね、こちらの話題をご紹介したいと思います。沖縄子供の国で開催されます、こちらですね、キリン知ってる <laughs> 知ってるがな。ね。でもね、6月17日は、 世界キリンの日ということで、えー、キリンの日イベントが沖縄子どもの国のキリン社の前で行われるんだそうです。まあ、内容としては、まあ、このキリンの日なんで,でキリンの日なのかということで、えー、とパネル展示があったりだとかそれから飼育員さんによりますキリンのお話とか質疑応答とかがあったりだとかでね一番の目玉目玉かなう さっき一応ちゃんと電話して聞いたのキリンうんこペーパーパ作り <laughs> まあ草食動物ですからねあのその、えー、消化の終えたあの草木がいっぱい排出されてると思うんですそれをちゃんとねあの洗ってでそっから多分あのいろいろとやると思うんですがその をを使いましてペーパーパ作りをするんだそうです面白いね多分いろんなキリンさんが食べている消化の終えたものたちがね紙となるわけですけれどもどんなことをするのか楽しみですよね。<laughs> ねえ「世界キリンの日」ということでねキリンさん顔かわいいんですけど2頭が喧嘩する時の,あの首の振り方すごいですよね。 まあ、いろんなねキリンの生態のことについてもいろいろとあの教えてくれるイベントとなっておりますのでね、えー、何だイベント沖縄の沖縄子どもの国で開催されるキリンの日知ってるということで6月17日今度の土曜日ですね、えー、こちら時間はえっ、ー、とまあ 朝からやってるんですけれども、えー、と飼育員さんによるキリンのお話は午後3時からキリンうんこペーパー作りは、えー、とお昼2時から3時までの1時間無料で行われるということです、えーとね、この世界キリンの日イベントなんですが、えー、1日が長い下月の日6月21日は世界で 一番首が長いキリンの日として制定されているということなんですねそこでキリンについて知ってもらうイベントの開催ということになっておりますもし雨が降った場合には、えー、キリン車前ではなくってズースクールの中で行われるということでございますぜひね、あのー ご家族で、ファミリーでね、沖縄子どもの国にお昼遊びに行ってみてはいかがでしょうか。キリンさんについてもね、様々なお話が聞けると思います。場所は沖縄子どもの国、キリン社前でございますね。詳しいお問い合わせは098-933-4190-933-4190までお問い合わせください。すごいね、今度の土曜日6月17日は、えー、まあ、 こちらの方キリンのまあ、6月21日がキリンの日なんですけれども、そのちょっと前である21日えっ、ー、と17日にえっ、ー、とこちらキリンの日イベントということで行われるということでございますね。ぜひこちらの足を運んでみてはいかがでしょうか。月日の日だけじゃなくて世界キリンの日の日でもあるということでございます。 とということで、沖縄こどもの国で開催されますイベントについてご紹介しました。 めっちゃ懐かしい曲をお届けします。久保田敏信、<laughs> 久保田敏信、タイムショーワイに打たれて。 間違ってエンディング曲をかけたアホな中地がお届けする水のチラトークをお届けしております。さあこの時間はハピネス探しです。ハピネス探しです。はい、一週間に一つずつ毎日の暮らしが輝く五十二の習慣をご紹介しております。一度にすべてを変えるのではなく、小さく変えていく。 ささやかながらも人生に大きな変化をもたらす52の習慣なんですが小さな変化がやがて大きな変化になりより幸せで健康的な心へとつながるというものですさあ今日ご紹介するのはこちらの言葉「ものより経験にお金をかける」「最も多く生きた人とは最も長い年月ではなく」 最も豊かな経験を持つ人のことであるフランスの思想家哲学者ジャン・ジャック・ルソーの言葉ですお金は確かに生活を楽にしますがそれは必ずしも幸せと同義ではありません何にお金を使うかで大きな違いが生まれるのです友人との食事や休憩また海辺での一日でも良いのですが経験に お金を使った場合、車や家、新しい機器など物にお金を使った場合よりも幸せだと感じる傾向にあるという研究結果が出ています。時間やお金を物ではなく経験に使うとさまざまな理由で大きな喜びが得られます。第一に。 物から得られる喜びは比較的限られたもので、時間とともに消えてしまいます。ところが、経験は自分の中に取り込むのに時間がかかり、時間とともに重要度が増し、一生の思い出となるのです。ものよりも経験にお金をかける方が好ましいもう一つの理由は、経験には社会的要素が含まれることが多いという点です。 ものは個人的に楽しむことが多いのですが経験は他の人と共有する傾向にあります他の人と一緒に物事を経験する社会的につながりが増し人間関係が強まり人との結びつきがより深く強くなりますこれらはすべて私たちの幸せにつながります 新しい自分になるために今すぐできること意識を高めてみましょう新しいものを買いたいと思った時はそれがどんな経験を与えてくれるか考えてみましょうみんなで共有しましょう経験は他の人と共有すればより多くのものを得ることができます前もって計画するのがポイントです思い出せるように形にしてみましょう そして経験貯金それなら準備期間も楽しめるはず経験したいことリストを作ってみましょうそして永遠に残る贈り物誕生日は祝日には大切な人にものではなく経験をプレゼントしてみてはいかがですか。ハピネス探しでしでた エンンディング曲をコーナーの曲と間違えてかける中地美鈴の <laughs>「昼ラジ」木曜日 <laughs> チあラトーク <laughs> エンディングですもうねああいい感じでかけれるぜと思ったらねおいっていう感じでしたね失礼いたしました <laughs> さあ、えー、メッセージご紹介してまいりましょうえっ、ー、とこちらのネームえっ、ー、と何シーサーさん すべて AKB 主催の意図なんやなとえ何が何が何が何どういう意味え,えシーサーさんシーサーさんもあのあれ AKB 総選挙に参加されるんでしょうか何ああとシーサーさんから何週末ではないけど来週ライブハウスで聞き方りの演奏を聞いてきますということであシーサーさんも結構いろんなライブとか行かれたりするんでしょうかね。 楽しんでいるようですね。いいですね。ね、本当に今週末、たっくさんのイベントが県内あちらこちら、県外もあると思うんですけど、沖縄県内ね、AKB 総選挙だけじゃなくて、本当にたくさんのイベントがあるのでね、いろいろとチェックして、あの、遊びに行っていただきたいなと思います。うんただね、本当に雨降ってほしくない。全国各地からね、いらっしゃると思うので。 あのまあ、いよいよあさってですけれども、現場の方ではね、着々とあのその会場作りがもう行われ、もう雷ゴロゴロとかしてる中で、もうスタッフの方々ね、そういう注意報もチェックしながら、ずっとあの準備を整えているという状況だということなんですが、さあ、えー、ウェザーニュース、ちょっと見てみる、えー、今週末、どんな天気 どんな天気なんだろう。マジか。まだ雨予報ですな。うん、降水確率七十パーセント。明日は九十パーセント。土曜日は七十パーセント。あっちゃー。ーもうね。もう梅雨。 なんだろう。本当にね、先週まではいいお天気もうあ、日曜日までね、青空広がってめっちゃいい天気だったの。ね晴れてほしいね。みんなでてるてる坊主作りましょう。はい。あ、そしてシーサーさん届きましたね。えっ、ー、と、沖縄のシンガーソングライターは、ギターもピアノもバイオリンも上手ですと。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。嬉しいですね。あのー、島袋さんっていうバイオリニストの方。 で、ご主人がね、ギタリストな方っていうのもありますけどね、そういういろんな、あの、小座来るといろんなライブハウスがあるのでね、また楽しめると思いますので、シーサさ,さん、小座の方にもライブハウス、足を運んでいただきたいと思います。えー、AKB ファンさんから、晴れたらいいのにーと、ね AKB ファンさん、楽しんできてくださいね。お送りしてきました、ミスのチラトーク、お別れです。この番組は、 目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供を、他各社の協力でお送りしました。皆さん、良い週末お送りください。私とはまた来週です。